皆さんね、何か聞きたいですか？展望が聞きたい？慰めてほしい？いつ下げ止まるか聞きたい？今回もこんな感じで急に来たんですよ。はっきり言って先のことなんてわからないと思います。なので情報に振り回されないようにしてほしい。はい、皆さんこんにちは、ひさです。今日は株の話をしようかなって思うんですけども、今ね株なんですけどもすごいことになってます。大暴落。私も先日2000万円ローンして一時ねすごい勢いで上がったんですけど、その後ですよ、一気に今マイナス5、600万ぐらいいってる。まずいですねまあでも仕方ない。でもね、このタイミングでこういうクラッシュが起きるとはね全くね予想できなかったです。本当にねめっちゃ怖い。コロナショックがあって、ウクライナ戦争のねことで株価が落ちて、まさかこのタイミングで、みんなびっくりしてるはずなんですよ。そもそもねバイデンが中国の半導体を規制するどうのこうのっていう話から始まって、トランプもどうのこうの言ってるじゃないですか。そっから始まったと思うんですよ、そもそもね。でもねそんなことを言って世界経済がぐちゃぐちゃになったらアメリカも損じゃないですか、はっきり言って。それをなぜそうするか、そして企業業績がそんなに悪くないのに投資家はお金を引き上げる、パニック売りをする、日銀が金利が上がるからということで一気に円高が進むと。わけわからんすね。まあね、初心者の方、この動画を見られてる方は今回のこの大暴落について、救いを求めて何かいい情報はないかって思って見られてる方が多いと思うんですけども、落ちるときは仕方がない、あとどれぐらい落ちるかわからないですよ。もう一回ぐらい調整があるかもしれないし、ただ100がね0になることはないと思うんですよ。こういったときはもうパニック売りしないで、みんな投信やられてると思うんですよ。投信って結果的に長いことを持ってたらその落ちた分を吸収することができるんですよ。どうせ上がっていきますから。アメリカの景気が減速っていう風な報道もなされて一気にねパニック売りになってると思うんですけども、世界経済って着実にね成長はしてきてるんですよ。なので一時的なもんかなって思ったりするんですよ。これがずっとマイナスっていうことはまずありえないことだと思うんですよ。投資って長期的に考えてやるもんだと思ってるんで、まあこれでね今は損してるかもしれないですけども、秋ぐらいにはね落ち着くんじゃないかっていう風に言われてて、日経平均株価も秋ぐらいには4万円また超えてくるようなことを言われてるんですよ。なのでどうなるかっていうのを、まあ今からじっくり見ていかなければいけない時期なのかもしれませんね。ということで大暴落について動画をね撮ってみたんですけども、初心者の人は慌てずにその資産は置いとく。そして正直私なんて買い増ししようかなって思ってるぐらいなんですよ。この落ちた時に今買ったら儲かるんちゃいますか、はっきり言って。先月にめっちゃ仕込んでしまったんですよね。だからその追加で資金って言ってもそれを使ってしまうとちょっとねまずいんですよね。だから資金に余裕がある人はやってもいいかもしれない。で私みたいに仕込んじゃった人はもうほっとく、見ないのが一番いいと思います。なんかね月曜日にねまた担当のね方が来るんでね、ちょっとねいろいろ聞いときたいと思うんで、またいい情報があれば動画の方で皆さんにねシェアしたいと思いますんで、はい、ワロクチャンネルいろいろアップしていきたいと思いますんで、皆さんよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ひさでした。